Canta tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena。ところでよ、みんなはゲーム BGM はお好きかね？僕は絵を描くときとか宿題するときは作業用 BGM にゲーム音楽を聞いたりしてるんだけど、何気なく流れてるゲーム音楽、それがもし存在しない BGM が流れてしまったら、とてつもなく違和感でまともに集中できないどころか台無しになってしまうんじゃね？ということで、何かがおかしなスプラトゥーンやっていくわ。まチングしていく。お、マヒマヒ。フェスのマヒマヒめっちゃ綺麗じゃない？マヒマヒ。ちょ、作戦があるわ。一気に前線踊り出る。あ、相手の編成見た感じ。あんましね、特攻力は。スパッタリ以外は特攻力なさそうだから。もう一気に僕は特攻しまくって、前線荒らすわ。このイカ速なさっき積んだ。ビュンと前に出る。おらははは。一気に相手の高台をね、制覇していく。この戦術を、もう急に行くからね。急に、にょーんって。今の、バズーカショットが効かなかったというのか、相手もなかなかイカ速を積んでいるようで、こっから登れるんだよな。こっからうにょうにょうにょと、ここでパルクールを決めた後に狙撃。あ、くそ、無視されるんだけど。じゃあ僕と戦って、逃げるな、僕と戦え。危ない、ウルショ。だが頭上を越えていけ。よかった、身長だ。ギリギリで、成長期だったら当たってたかもしれない。こっからまたうにょって、この高台が基本的に強いんだわ。ここチート立ちポチ、危ない。ハンチャチャチャ、やっぱハンチャなんだよね、時代は。からのフルチャと、フルチャとハンチャ使い切っていい。お、あ、できないぞ。ぬれ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 。これはフェスタから塗ってか。地鳴らしが溜まってしまう。行くか、みんな。地鳴らしショッティングかましてな。やべ、あー、回せこ。危ない。ちょっと今、地鳴らし使ってたら普通にボコられてたかな。2対1の地鳴らしあんま強くないんだよな。1対1で使ってきた。よし、フルチャージが当たる。からの、ウルトラ アルティメットドラクチ。スティングアダダガジー。さっきのドラッグ当てたったら完璧だったんだな。ワイパーエイトも入ったし。ない、え、ビーコンか。いや、イカだね。イカだね。こっちヘッドホンつけてんだぞ。そこに芋っててもな、ビーコンの音とイカの音両方聞き分けっから。いるな。じゃ、味方助けたい。あ、くそくそ、エイムだけど。もう一回地鳴らし貯めてな。あそこに地鳴らし突撃したら絶対切れてる。相手アーマーまとってるんで、アーマー切れるまで待つ。そう、であそこにもいるが、アーマーが切れるまで待つ。よしよしよし。いや、でも今アーマー貫通したよな。多分アーマーは時間によってどんどん耐久値が低くなるから、でもギリギリ間に合った。これ地鳴らしを発動しよう。でかすぎる。やはり潰していけ、イカは。え、はぁ、せこくないそれ。ね、前の動画で僕ね、ソイチューバーのハンク意外ともっと強いかもみたいな言ったけどさ、ハンク弱くね。そんなことない、使い方次第なのかな。なんか僕あんまり使いこなせないんだけど、正面から行くと確実にしばかれるけど、なんかチャンスを見計らってやるみたいな感じ。うそ、こいつ避けやがって。うっせ、こいつギリギリで避けてくるんだが、なんかこっちチャージキープができるんで、チャージキープの時間は6秒。その6秒間をしっかりと使って詰め寄っていく。前線チャージャーの力を見せろ。やべ、相手ドリンクだからクソ早いわ。当たれ、あ、来るよな。来ちゃんですね、これが。ソイカスの性能バグってね。うわー、リッターがいるというところで。だが、しかし、こっちでね、サブにシールドがあるんで、そう、コラボのいいところは、サブが強いんだわ。このサブを使いこなすことによって、相手のリッターをメタることができる。もうツイッター開いたらさ、時代はリッターとか、チャージャー使うならリッターしか勝たんとか書いてあるじゃん。まあ、相当だと思うんだけど、甘い、甘すぎる。この世界にはチャージャーをメタることができるべきが存在する。チャーコラな、みんな見とけよ。相手のリッター全員ボコスからの、全員って1人しかいないか。スプラチャージャーを舐めすぎ。このチャージャーの後、フルチャージ、1.0 秒で完了します。リッターは1.5 秒かかるから、今じゃ間に合わなかったね。これが差別化ってやつ。この機動力と射程を。兼ね備えた。やべ、おい、リッターの音の方が圧があるわ。だけど、ヘイト的にはリッターよりヘイト向いてないから、あんまり嫌われてない武器といったらやっぱスプラチャージャー許されるからね。やべ、届かねえ。あれ届かないのか。ちょっとそよ風ステップ、ドリンク飲んでいけ。今の見たか、みんな一足で避けたぞ。このトルネードやっぱ縄張りに刺さると思うので、ね、だいぶメタれてない相手のリッター。もう一回キルしたいな。1体2体3体、ちょ、あ、どこ行った、あ、上、親方の上から。やべ、縄張り、ラストが重要だぞ。わからんからな。まずは、狙撃。届くね、意外と。意外と気持ち一本分届くわ。スコープの方がいつも多く、スプラチャージャー僕はスコープしか使わないんだよね。なぜかというと、若干射程が長いから。でも、スプラチャージャーの若干って結構だからな。リッターだったらスコープありなし、まあ、なしの方が強いんだけど、ス
スプラチャージャーに関してはスコープありも十分強いと思ってるんだけど、みんなどう思う？選択の余地は、ホップソーダワンパンできない、危ない。ちょ、たまにさ、フェスティだったの忘れてさ、あんま姿勢の生かしきれてないみたいな時あるよね。あんま僕シールド使ってたくないか。じゃあシールドが強いとは言って、まだこの試合一回も使ってない。そこいるね。うい、丸みをリッターをボコしていけ。狙撃強すぎ。まだ来た。やはっ、強え。この武器やばすぎ。なんというかチャージャーは、なんというか言いにくいんですが、電子ドラッグですよね。薬物はやめましょう。さっきの連携でツイッターで自慢しよっかな。あ、10倍か、びっくりした。ユミユミユミ、僕そこそこゲームしながらコメントも入れるようになったくね。チャージしながらコメントチラ見して狙撃みたいな、米チラ戦術ね。あ、たまにさっきみたいにコメント見ながら水没する事故あるけど。何時まで配信しますか？僕もわかんない。そうだ、ルキニャに聞いてみよう。ねえルキニャ、何時に終わる？ふむふむ、知らないって。ちょっと待って、あでもそのサメライドで来るね。よしよし。今誘導サメライドじゃない、ミカドのサメライドの爆を避けようと思って前に出てきたところを僕合わせて狙撃するっていう、そういう戦術ができる。ドリンクによって前に、なんか、あー、やったやったやった。今のラッキー爆風だったな。完全にしくったと思ったわ。やっぱ直撃しなくても倒せる時があるのが、今でかいチラシで倒した。でかい、でかすぎ。ラッキーラッキー、大儲け。狙撃、ギリギリで避けやがったな。このブロック邪魔。今の黒ブロック邪魔くせんな。危ない。はい、バーリア。僕の体には無限があるんよ。ここでペチペチ塗って、よっしゃ、おい、いいね。爆発のダメージ計算ができるようになったら結構いいかもね。爆風プラス濃茶で倒すみたいな。あー、オバフロのどうしよう。オバフロぶち倒すわ。ほら、よっしゃ。オバフロのあそこから振ってるだけで濡れてるのが、あの性能おかしすぎだよ。よしよし、ここからバグ。クソ、重量級のトライストリンガーとかさ、長射程トライストリンガーみたいなの出ないかな。そしたらなんか爆風の判定がめちゃめちゃでけえみたいな、とか爆発のダメージがクソでかいとか。それかも、爆発なくてもいいから直撃めっちゃ当てやすくて長射程みたいな、そんな感じにしてほしい。なんか欲しいよね、弓のさ、重量級武器枠みたいな。欲しいと思うんだけど、みんなどんな、なんか弓枠ってこれ以上増えないのかな。トライストリンガーコラボ、あとラクトのコラボみたいなやつの合計4種類しかないのかな。それちょっと悲しいな。やっぱそこはスプラトゥーン4になるのかな。僕それ用にさ、ちょっとギア枠使いたい、おしゃれなギアがあるんだけど、それ残してんだよな。ってことこ歩いちゃおう。で、弓のいいところな、こうやってチャージしてジャンプするじゃん。そのジャンプした時のピョンっていう足がめっちゃ可愛いの、わかる？最後デコイでちょっと濡れたくない？おお、10倍出やす。相手にラクトがいるが、弓っていうのはな、やっぱこっちのトラストの方が真の弓ってことな。そう、あー、やったー、爆風に万歳。あ、やばい、あとちょっと、濃茶のダメージ40にしてほしい。トライストリンガーとか、なんかチャージャー枠にナイス玉欲しくない？チャージャーにナイス玉ついたらめっちゃ強いと思う。おい、今ちょっとニチャーってしたわ。やばいかもしれない。これ10倍だぞ、みんな。これ勝たないと。いや、ちょ、くっそ。あー、いや、マジ今日僕爆風に助けられすぎじゃない？ちょ、そろそろ直撃当てた。よ、直撃当てて、エイムを落ち着かせていけ。当てる、よし、爆破だ。よーし、いいぞ。あとちょっとこちら辺にちょっとサーブで塗っとくわ。スプリンクラー、お前の本気見せろ。バグってさ、 10回転とかしない？当てた、よっしゃ。いいぞいいぞ。あとでこい、ラストでこい、ラストでかいで塗れねえ。よし、これ逆転したぞ。あるあるある、縄張りのでこいがクソ強いわ。